おはようございます。将棋部佐藤です。2016年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。2015年にですね、将棋部始めたわけですけども、将棋部の活動を通じて同世代の将棋仲間、多くの将棋仲間と出会うことができて非常に嬉しく思っております。ブログだったりとか、Facebook だったりとか、Facebook グループだったりページだったりとか、あるいはね、その実際のイベントを通じて本当にいろんな多くの将棋ファンと出会うことができて、私自身非常に嬉しく思っております。同世代のね、将棋仲間のこのつながりっていう部分と、それから広がりという部分を実感することができまして、非常に嬉しく思っております。この場を借りて、感謝のことを伝えたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。2016年も引き続きリアルの場所で同世代と楽しくね、将棋をさせる、そのような場所を、ね、提供していきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。そういった、ね、その地道な活動を通じて、結果的にね、今よりたくさんの多くの同世代の将棋仲間っていうのが増えると非常に嬉しいかなと思っております。2016年あなたにとって素晴らしい1年となりますよう心から願っております。それではね、簡単ではございますが、新年のご挨拶とさせていただきます。2016年も素晴らしい将棋ライフをお互いに楽しんでいきましょう。それではまたお会いしましょう。バイバイ。